あ、すごい。なんかもう膨らんでますね、この辺。すごいですね。盛り上がりがすごい。ハリ宮殿からこんにちは。美容ハリキングです。今日はですね、バストアップのハリなんですけども、はい、はい。なんかご要望ってあります？はい、いいですか？言っちゃって。はい、小倉優香さんになりたいんですけど。小倉優香さんですか？はい。あ、まあ、小倉優香さんってやばいですね、こう。もう。はい。なれますか？任せてください。おお、ね、ギュッと上げるですね、はい、やばいツボがありますから、うん、これで上げていきたいと思いますね、はい、バストアップハリの担当ですね、今日銀座のエース、はい、院長先生のコーチ先生、お願いします、はい、やっていただきます。はい、ということで行ってみましょう。この左側のちょっとハリが気になっているので、なんか緊張することとか最近ありましたか？今緊張してないですか？あ、緩んだ。あ、全然違います。ストレス抱えやすい。あ、そうかもしれない。はい、感情が暴れてるみたいな。しましょうけど、暴れてるんですか？来ました？辛いですか？大丈夫です、はい、大丈夫ですか、はい、先生、小倉優香になれますかね？バッチリです。バッチリ、本当ですか？はい、楽しみ。ポテンシャルが、はい、あります。本当ですか？はい、少しオイルでリンパ流していきます、はいはい、ちょっと胸も硬いではバストアップさせる針です。これを2本ずつお胸に、クーパー人体に絡ませます。どうですか？特にちょっと痛いぐらい。ちょっと痛いぐらい。ずっとお胸の中に。うん、なんか効いてきそうな感じしますか？ちょっと引っ張ります。おお、なんかちょっと引っ張られてるような感じ、ね、はい。ちょっと引っ張られてるような。うん、なんか嬉しい。嬉しい痛み。そんな痛くないです。引っ張られてる感じがありますね。おお、結構神秘的ですね。なんか痩せるとそこが落ちるような。わかるかな。気がします。すごいいい反応出てますよ。じゃあこれでお胸を楽しんでいただきますね。じゃあ、はい、胸の反応ちょっとだけ、はい、見えますか？あ、見えます。赤く充血してる感じが。すごい、本当だ、赤くなってる、はい、もう血流が集まってきて、なんか暖かくなってる感じがします、はい、修復しようとして、はい、嬉しい。細胞たち、免疫と細胞がすごい集まってきているのでね。はい、針を取った後も 2,3 日コラーゲンが生成されてくるので、はい、はい、また 2,3 日もふっくらが続きます。そうなんですね、はい、これ続けていただくと、はい、お胸の上の痩せたところが再生してきます。はい、はい、はい、この辺りすごいふっくらしてきてますね。すごい、本当だ、わかる、自分でも。はい、やられてる間にもなんか引っ張られて、なんか胸が上がってる感じがします。では最後に、マッサージをして仕上げていきます。デコってからいきます。今のやってるマッサージは筋膜リリースで、ちょっと凝ったお胸もね、しっかり栄養がいくように、血流改善もできるようにしてます。
あ、すごい。なんかもう膨らんでますね、この辺。はい、ちょっとふっくらしてますね。すごい、なんか自分の胸じゃない感じが。すごいあったかいですね。そうですね、血流がすごい良くなってるので、リコさんの場合、本当ちょっとほんのり赤みがね、まだ残ってるって感じですね。はい、これが 2,3 日この状態、より良くなっていくので、はい、ここからも、弾力性戻ってきますので楽しみにしてください。はいはい、この辺りですかね。すごいですね。はい、もともと、はい、すごいプルプルになりました。すごい。戻ってきた感じがしますね。はい、こんなにあったっけ。すごい、戻りましたね。はい、戻ったというか倍。いやポテンシャルがもともとあったのでそこを引き出しただけです。すごいですね。はい、ありがとうございます。どうですか、こちら胸の上のところ。すごいですね、盛り上がりがすごい、なんかふっくら感出てますかね。ふっくら感がすごいです、厚みも、はい、すごい。よかった、戻りました。これ、はい、まだまだ 2,3 日このいい状態がどんどんより良くなっていくので、はい、これお続けいただくと定着していきますんで、はい、はい、ぜひまたお待ちしております。すごいですね、私史上最大に小倉優香に近づきました。よかった、はい、ありがとうございます。はい、あなた、はい、ということでエンディングですけど、はい、どうでしたか。いや、小倉優香に近づけました。おお、これね、僕なかなか絡みにくいんですけど、どんな感じなんですか。はい、いや、なんかすごいふっくら、なんか膨らみと張りがなんかすごい戻ったというか、できたというか。行くにはね、こういうトレーニングとかあるじゃないですか、はい、これプラスいろんな栄養分をね、取っても、うん、ここが活性化してないとそこに栄養いかないんで、うん、もしかしたらね、エラスチンとかのサプリもいいんですけど、膝にいっちゃうかもしれないですよ、うん、で今胸活性化してますからね、はい、これ飲むと胸に行きますから、うん、これ以上ちょっと絡みにくいんでもう終わります。ちょっと胸元がですね、気になる方はですね、女性スタッフが施術させていただきますので、バストアップの針ちょっと相談したいんだけどって言っていただければですね、基本これ単体ではないんですけどもね、全身を調整してやるコースか、ビオハリプラスアルファでやっていくという形になりますので、概要欄見ていただければなと思います。はい、ということで今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。